視聴者の皆様こんにちは、ルーミアです。プラス機を上げてステータス最高ですが、それすら受け付けない、まだまだ容赦ないステージがあるなんて、あー素晴らしい。直接使うのは2種類です。ニャンコンボアイドル志望、バイオハザード骨骨ボーンです。マキシマムの微妙な生産時間を短縮したわけか。最初ジェンヌなしで挑戦して、アカラがオートレッドサイクロン出さずにクリアしました。しかし、2部構成からなるこのステージ、ブラックブンブンを倒したのはいいのですが、シャドウボクサーにボコボコにやられました。数さえ出せばめっぽう強くなっても、いけそうなのになぁ。妨害もなんとかいなして城を叩けただけでも、奇跡だったのかもしれません。ジェンヌもマキシマムもステータスは最高。この戦いにおいてはマキシマムを黙って出し続ければ早かったかもしれません。そんなに操作は難しくないと思うんだが。ジェンヌの方が攻撃力は高いので、混ぜていけばもっと早くクリアできるんじゃないかと思いまして。今回はアカラガオウが出てきますが、サイクロンは出しません。どうして出てこないんだ。80秒以内に決着をつけるからです。ニャンコンボを使っていると早え。制限攻略。まず一つだな。では次のステージへ。このステージは黒い敵と霊のやつだけですが、巨星ヌが出てきます。あのわけのわからない波動持ちか。この攻略本当はジェンヌを大量に出せるならジェンヌだけでも、攻略できそうなのですが、コストの関係で、無理なんです。早く第三形態になって、コスト下がらないかなぁ。待ち焦がれるよな。思うんだがニャンコンボはそのままに、ラーメンで攻略はできないのか。遅いんです。なん？足が遅すぎて、衝撃波で吹き飛ばされて、ニャンコ状叩かれるんです。吹き飛ばしはずるいよなぁ。このステージでは、どれだけジェンヌを出せるかが勝利の鍵。ブラックブンブンには時間稼ぎ、とことん付き合っていただきます。ジェンヌを安定供給なんて難しいぜ。そこまでの高望みはしません。ただ今回、サイクロンは確実に出てきますし、巨星ヌはもちろん、黒沢まで出てきます。後半が本命ってわけか。波動はともかく、サイクロンの強さ倍率 200%。ちょっと叩けばヒットバックするアマちゃんじゃありません。地味に黒沢が厄介なので結構辛抱しないといけません。このステージ縛りなんかなければ。難しくはないですね。でもありきたりじゃ、面白くないんですよ。で、お前の取った行動は。あわよくば1種類が良かったけど、そんな都合のいいキャラなんて、いませんでした。ジェンヌをたくさん出せるならともかく、妨害なしでこの集団とどう戦えと。妨害入れたら立派な1枠だもんな。そこでちょっとばかり強くなったブラックサイクロンを、ヒットバックで押し戻しながら、枠数を減らすことにしました。今のところ巨星ヌは出てきてないな。でもブラッコリが面倒。最初ドラマンサーで挑戦したのですが、どうなったんだ。生産性の悪さと足の遅さで赤い文太郎にやられました。弱点はあるものだな。なおドラマンサーは単体攻撃、レイのやつが邪魔したおかげで、ろくに活躍できませんでした。一枠の世界って難しいものだな。使用キャラは2種類ですが、ニャンコンボ使わないとすぐに負けます。ジェンヌよりコストが低くて生産速度同じくらい。そんなのいないか。操作ミスをしてしまいましたが、役に立たないのでご安心を。ステージ幅が狭いせいもあるんだろうが、押されてるな。せっかく出してもね、敵の強さはいかんともしがたく、巨星ヌがなかなか出てこないな。出現は3分後です。なんとかハリケーンは倒せたな。まだまだ苦しい戦いは続きますが、できれば巨星ヌは出したくない。ジェンヌが派手にやられるな。マキシマムに頼るしかないですかね。追い込んだのはいいのですが、これじゃあ黒沢を攻撃できないな。余計なものは出てくるんですけどね。しかしこいつら倒しても倒しても出てくるな。2種類でも若干きつめですかね。
押し合いだと若干不利になるな。敵の出現ペースは下がらないので、出していくペースを上げます。金銭面はともかく、再生産が限界じゃね。範囲攻撃に物を言わせます。押してきたな。勝利ー。なんとか勝てました。にゃんこんぼな煙だな。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。もうちょっと対策を練ります。無理なんじゃね。